悪名な悪人心ね。甲羅ニキビですか。プチプチってますよ。でも痛くないんですよ。痛くないな。あ、そっちの方が痛いです。つい前吸い玉。前吸い玉。ああ、これやばいですね。顎がどんどん軽くなってくる。顎が軽くなる。まずい。ハリケーデンからこんにちは、ビオリ。上田です。そして今日のモデルはマモデルで調理師のナスです。はい、ということで、だいぶ飽きましたね。メンテ、7ヶ月ぶり。待った。肌どうですか？てかニキビとか。最近はマスクの中でやっぱ汗かいたりするとくぼんでるところにちっちゃいのがポッてできたりとかはありますね。肌代謝もね上げて全身調整もしながら肌荒れ、結構トラブったりとか、これから暑くなったりとかしてね、まあ人混みでね気になってマスクつけられてる方とかいますけど、調理師さんだからマスクしてますけど、外ではいらないんですけども、職業柄ね上が決めてマスクしたいとかね、全く無意味ですね、あれで弊害がある方もいらっしゃると思うんで、肌荒れ直していきたいと思います。それではニキビのトラブルとかも老廃物が溜まったりとかして、やばいですね、リンパドブがやばそうなんですよ。やばい、ドブ何入ってるんですか、これ。あ、なんですかねついに入れました、ここにシルコ、ここに間違いすぎでしょ。ボコボコってなって下がることあっても上がることないでしょリンパも詰まってるんで、なんかドブで肌も荒れるし、やばいんですよ。みんなあると思ってた。なんで鎖骨周りの向きなんで、ここちょっとこう後ろにすると、あ、だからバキバキ、なおさらですよ。この反対はなんかこれか、これ内側はどこがいいんですか。あ、切ってみよう。ちょっと待ってください。何でそんな硬いんですか。硬いの？え？まっすぐにやってこう。こう。なんでここが、アインみたいな。ここむっちゃ硬いこの距離。あ、そういうこと。これがもっといくってこと？うん、やっぱこれが邪魔してる。そこにカッコ入れるから、ね、ここに特殊な施術反対側どうですか。初めてこんな動きするかもしれない。あ、反対目危ない。でもここがペキペキ言ってるもん。やっぱこれのもん、ここがおかしいんですよ。ここのつくんだ。スペース空きすぎですね。で反対でも絶対無理ですよ。肩取れず、肩取れず、あいーんって、いやもうここ空きすぎでしょ。これをやると背中の肩甲骨らへんがピチ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 します、ね、でこれちょっと普通にこの肩こうじゃないですか。こういったらこう伸ばしてるだけなんですよ、うん、こういかないと向こうに、はい、で手を伸ばす。いや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 、むしろ広がってるじゃないですかダメ。これやると背中が息苦しいです。おかしいですで反対側の手もお願いします。伸ばすとこう、おかしい、初めてだ、初めて気づいた動きだではもうドブズバリなんでいきたいと思います。それでは肌ニキビもリンパ詰まってるんですよでその結果出るんですけども、じゃリンパ詰まって肌荒れを改善する、これも大事です。だけども大元の根源は自律神経の乱れとか胃腸障害だったりとかが原因だったりとかするんで、これを根本を整えた上でいろんなね針とかをしていった方がいいんですね。なのでまさにちょっとドブ詰まってるところでも、この対処療法、なぜドブが詰まるのかって、自律神経が調子悪くなって胃腸が悪くて調子悪くなってこう前かがみになってここら辺が硬くなってくる。だから硬いところを直してもあと調子悪くなるとこんな感じでしょ。調子悪いのを直せばこのまま胸張ったままいけますから。はい。はい、実は全部治療してきたんで、もうほぼほぼいいんで、ここはほぼ治療しなくてもいいぐらいなんですけど、YouTube ですね、どんな治療するのかっていうのを見せるために治療していきますね。あ、もう非常にいいですね。うん、痛くない。ちょっと、ここはあるかな。まあ、こっち大丈夫ですね。ここも大丈夫なんですね。ですね。やっぱりベースはちょっと一応調子悪いんですよね。なんでそこを整えながらやる。これは肌でニキビが出るのは一応障害ですよ。あとはホルモンバランスですね。
ちょっと今日お顔に針する指針法という針を入れっぱなしにする方法で針を入れっぱなしにする方法でやっていきます。でそしてこのナイクアン、やっぱりちょっとですねジュースをちょっと控えていただきたいですね。それが肌荒れも使ってますね。ジュースかー頬が大きいとそれが余計な油分が毛穴から出ると、めちゃめちゃ飲むからだいぶ変わりそう。やめた。めちゃめちゃ飲むもうやめてくださいママなんです。ジュースが大好きです。はい、これでもうだいぶいいんです。もうだいぶここも緩みましたね。なんかねゴリってのなくなりました。あれ確かに、まあ、形が一応でしたね。なんか失敗手術です。これ失敗手術違いますそこにそこじゃないです。ちょっと後っぽいのはちょっとこういうところにあるんで、これを少しだけ、ちょっとプチプチやっぱちっちゃいのありますね。そうそうそう、あれ、荒れたんですよ。2枚っていうね、こういうところね。でこういうのは本当にこの側面のアクニン芯ね、上田式アクニン芯です。プチっていう感じでいきます。おお。このほっぽと攻めてる。これだ、これこれ、うん、ここにいます。これ、これです。これジュースあと3本飲むと出ます。によって、コーラニキビです、はい、ということでこれだけでもいいんですけど全体の代謝上げた方がいいので、ハリウッド美容神経っていう方式でやりますけども、ハリウッドの場合ですね、針の数はだいたい半眼8本ぐらいですね。深さ角度方向を決めながらやって全身調整をしてですね、胃腸障害とかも整えながらやるからですね、効果があるんですね。効果が持続します、はい。ちなみにエビデンス言われますけど、2011年から皮膚科のドクターとですね研究を一緒にやってたりとかですね、2016年には世界学会で発表したりとか、で今度日本鍼灸学会で 3D スキャンでですね評価した発表予定になってます、もしかしたらこの動画流れる時にもう学会は終わってるかもしれませんね。質問はお手柔らかにお願いしますはい、ロイヤルでやっていきます。ロイヤルリアクティブポイントといえば奈良さんです。確かに奈良さん、私の教科書のモデルさんです。あ、発行部数からいくので延べ3000人ぐらいが見てる。皆さんのお顔で勉強してるすごいすごいですね、はい、ということで10分ほどお休みいただきます。それでは時間になりましたので、ありがとう。
アックに抜きます。ステイビシューティンとかにニキビトラブルとかなかったかしらね。コメントいただけたらと思います。うん、で、ここでおしまいじゃないです。せっかく活性化してるんで、ドブを流さないと。あのドブを、はい、うわドブ詰まってる。ドブ詰まってる。顔の下にドブ。顔の下にドブ。ドブある。ドブある。これ大丈夫ですか？痛いですか？気持ちいい、気持ちいい。気持ちいいです。うん。こうプチプチってますよ。でも痛くないですよ。痛くないな。うん。多分この角度で自分でできないから。うん、確かに確かに。ああ。全然痛みはない。痛みはない。気持ちいい。ないない。うん。でもさっきまでもっとゴリゴリしてたから、うん、やっぱ違う。うん、これ大丈夫ですか？あ、そっちの方が痛いです。痛い痛い。うん。あ、痛い痛い痛い。痛そう。うわっ。あ、でも、なんかこっちが。わあ、でも待って、顔軽くなったんだけど。早っ。顎軽い。早っ。え、すごいすごい。詰まってたんだ。ちょっと流しますよ。おー、水玉きた。あ、これ水玉。ついに前水玉。前水玉。え、本当に顎軽い。顎が軽い。大丈夫ですか？全然大丈夫です。ここに関しては本当に痛くはない。痛くはない。うん。あー、これやばいですね。大丈夫ですか？痛くないんですよ。平気なんだ。おー、うん。まあでも一応みんなドブはあるはあるですね。ドブはある。あるんですか？ドブはあるは。多少。固まってたのがびっくりした。うんうん、大丈夫ですか？大丈夫です。痛くないんだ。うん、痛くないです。痛いっすよこれ。無痛です、無痛。無痛。無痛。強めに痛い。痛い。こんなん。え？こんなんダメなやつや。ああでも大丈夫。ちょ、さっきよりは痛いけど。さっきよりは痛いけど。息こすってるよ。そう。こう平気なんだ。うん、大丈夫。顎がどんどん軽くなってくる。顎が軽くなる。まずい。かわいそう。マジでこれ。マジでこれ大変なんですよ。私のドブ吸い続けてる。大丈夫ですか？うん、大丈夫。でも右の方が痛いかも、左より。こっちの方が痛い。うん。やべえやつだ、これ。顎めっちゃ軽い、ほんと。デコルテ水だ。デコ水です。デコ水。すごいじゃん。久々デコ水です。そうですね。ご飯を増やしていただきます。それでは時間になりました。取っていきます。ああ、出てきた。出てきた。取れました。それでは一指の針だけで一瞬しますね。あ、来た。おお。もう。ここ神経質な身を見まで絶対やめた方がいいから。そうなんだ。肺に穴が来ますから。いや、怖っ。下手くそになると。はい、オッケー。まず最後。あ、でももうだいぶ軽くなってますね。でも重さ確認しといてもらって。うん。
うわ痛いか。いや痛くない。平気なんだ。こいつも剥がしちゃうんだ。ああ肩甲骨前から剥がす。はいはいはい。顔ちっちゃくなりますね。絶対だこと顎楽になったと。そうです。あそれすごいですね。硬い硬い。ああ痛そうなのに。あれ。ほらけし。ああいい。ペターンって。今日は肩が楽いいですね。久しぶりに肩が楽。もうまだ硬いまだ硬い。肩こりデフォルトですもんね。うん。うん、おー来た来た。うん。これです。やめた。ああいるいる。痛くはない。いや痛いは痛い。痛い痛い。硬いなって思う。痛いんだけど、これほぐした後気持ちいいの知ってるから。ああなるほど。うん。我慢できる痛い。全然平気。これバタバタしちゃうな。あるある。おわすごい硬い。ほいし。痛くなるやつ。うん。イエーイ。わーい。シュッとしたんじゃないですか。ここは軽いんですよ、うんうん、もっと顎のラインが出たかもしれない、ね、あ、ここすごいですか、うん、ラインが出ましたね。この形違う来た時と違いますよ。この顔の形見たことないもん、うんうん、はい、ありがとうございました。じゃあ蓋ですけども2期もね結構良くなってっていうかめちゃめちゃなんかあそこのシュワ、うん、シュッとしてます。まあ、顎のラインが出ましたね。ね、ですよね、うん、骨削ったみたいなすごい良かったです。なのでこれで多分代謝も上がってるし全身調整もしてるのかなりねニキビも良くなると思います。マスクのねトラブルもないと思うので、また1日後ぐらいですねコメントいただけたらと思いますけども、毒ですよないじゃない、まあ、ないよ。ここもほぼないです。そう、まあ、さっきゴリンゴリンの、うんうんね、ないです。これ触れてみて、だいぶ破壊されてないです、うん、な馴染んだ。あーなるほど。じゃああの必殺技ですか。一回アインしてみてます。もうだいぶいいですね。いいじゃん、ついたついた。いけますね。すごい。こうこっからもいけますね。こうか、ね、うん、ギュギュギュいけいけます、ね、うん、反対はどうですか。いけるかな。おお全然いく。おお、むちゃむちゃいくじゃないですか。あ、こっちの方がいくのか、はい。ということで、リンパ流しながら美容針もしたりとか全身調整をするっていうのが大事なので、とにかく土台を整えていくっていうことが非常に大事になってきます。ボトックスとかですね、ヒアルロン酸入れるのが悪くないことだと思うんですけども、それが定着しにくかったりとか、結局肌トラブルになったりとかしますので、ぜひ土台整える治療も受けてもらえたらなと思います。こういったハリウッド上田式美容針を受けたい方はですね、ここは銀座院ですけども、それ以外に横浜元町がありますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。最後にですね、この動画を見ていただいている方、8割、9割の方がまだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、美容針久々にやりましたけど、肩も動きました。最高、ここ。口が開く。口が開く。良かったです。はい、ということで次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価、マジでよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。前田先生、この前はありがとうございました。この前できてしまってたニキビ、この辺、こういうところの、あの後綺麗に治りました。で、それから復活もしてないので、調子よく過ごせてます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ちょっと、だいぶ写真撮って。